このまま行くと。いってらっしゃい。目でしょ、里帰りしたらいいのに。迷惑かけるからいいの。冬子の子供女の子だといいわね。もちろん女の子よ。冬子はぼんやりしてるからね。そうね、うん、そうだよ、ぼんやりしてると、うん、女の子って産めないの。あ、あ、ろうそく。あ、お姉ちゃんいいよ。あ、金つばもあるわよ。80本だっけ。そうだね。てかね、最近私ね、足がむくむの。
あれいい、あのさ、駅前の、はい、あの厚生デパートの1階にあるさ、ニオコって肌着屋さんあるじゃん。あそこの靴下さ、先が履いててすっごいあったかいね。本当ですか、うん、赤とね、青と黄色があるんだけど。松田さん、色的にはね、松田冬子さん、耳栓なのね。何で耳栓してんのこんなところで。いや近頃の子供はねテレビばっかり見るから頭がバカになるんですよ。携帯電話もね電磁波が出てるから危ないし、パソコンも危ないね。大概チカチカするものはみんな危ない。文明がそうでしょ、チカチカしてるから、あれがいけないんですよ。やだもう、また聞かされてるの。おじいちゃん、いい加減にして。あ、何？お父さん、9ヶ月目に入りました。順調だそうです。私は変わらず、本も映画も音楽ももちろんテレビもラジオも世の中の情報を入れないで静かに暮らしています。この子の純粋な個性を守ってあげるのが私の役目かと思うのです。また書きます。お体お気をつけて、冬子。帰らなくていいの？香水変えた？なんかいい匂いです。シャワー浴びてくれていいんだけど。
テレビぐらい平気だよ。ちょっとだけだから。届いたわよ。ほら、ここがね、開くの。便利よね。あ、いい。お母さん、テレビいる？いらない。楓おばちゃんは？間に合ってます。外して、外して。ね。だって、音楽かかってるでしょ？私ね、カイ君と同じもの食べて同じになりたいの。毎日毎日二人でさ、同じもの食べてたら体が同じものでできてく感じするでしょ。だから違うからいいんじゃないの。私は同じになりたいの。はい、また落としてたわよ。院内ではネクタイしていないといけないらしくてさ、僕はこの縛られる感じが嫌いなんだよ。こんなものをしていないくらいで問題になったりもするんだ。ふん。あ、彼女とはもう何でもないから。奮発しちゃった。今日は俺が作るよ。畳、青いね。
通に食べれば。冬子が俺の食べ方が嫌だって言ったんじゃん。普通でいいのよ。女の子だといいわね。もちろん女の子よ。はい。うちの血筋は女ばかりね。でも何にも困らないわ。そうね、困らないわね。すごく変だと思う。ちょっと失礼じゃない。ねえ、イワシグモって言うんだけど、あれそう？あれイワシグモでしょ？いいなぁ。イワシグモよ。から飛行機飛んでるから。ね、私はカイ君すっごい好きなの。愛してんの。ずっと一緒にいたいし、カイ君よりかっこいい人なんていないもん。優しくって頭よくって顔もいいし、背高いし、声渋いし、手大きいし、指長いし、面白いし、大人だし。ご飯の食べ方綺麗よね。そうなの。だからご飯作ってあげたりしてんの。私珍しいっていうかありえなくない？昔はしつけが厳しかったから、カエさんあれで普通なのよ。兄さんさ、愛人いるんでしょ？嫌じゃないの？別れるとかしてもらえば？私はカイ君がそんなんだったら絶対に絶対に嫌だもん。そんな殺してやるもん。ミドル君あの人の愛人さんじゃなかったんだ。カエさんは独身で大学病院の産婦人科で助教授なさってるの。屈折してそうね。ねえ、お姉ちゃんもう愛してないの？トールと彼女のあれはいつか終わっちゃうけど、私とこの子は終わりがないの。帰って申し訳ないくらい。何それ、どういう意味？お嫁に行くときに言ったでしょう。辛いことも悲しいこともあるかもしれない。でもそれは全部流しの下に隠しなさいって。うん、隠してしまいなさいって。父親なんてね、重要じゃないものよ。お父さん、今日はこの子がお腹を3回蹴りました。とても幸せな心地でした。また書きます。お体を気をつけて、冬子。
身18ヶ月っていうことは生後だったら8ヶ月目。生まれてたら大変な時期よ。じゃあ3時間おきの授乳とかなくて楽でよかったわね。おむつで浮くし、お乳が張って痛むこともないし。そう、何しろ一心同体なんだもの、うん、母子ともに安心よ。今は一緒に美術館行ったり音楽を聴きに行ったりしてるの。優雅な育児ね。母親が寝不足から解放されるだけでも本当ありがたいわよ。その話ばっかでやだ。男の人も育児に参加できるいい機会なんだから、ありがたく思わなくちゃいけませんよ。じゃあ。元気ないじゃない。愛人さんに振られたらしいよ。そういうこと言ったら悪いでしょ。あんないい男なのに。なんか怖いの。お父さんみたいで楽しいね。なんか楽しいみたいだよ。お母さん見て見て、そんなはい、見ちゃダメ、見ちゃダメ。はい、帰るよ。冬子さん、うちの病院に来たらどうだろうか。うちの方が設備がいいし、何だったら僕が送り迎えしてもいいし、入院だって大歓迎だよ。だからそんなの自分で言えば。お姉さんのことなんだから心配だろう。こんな例過去にないことなんだし。姉ちゃんの話ばっかでやだ。俺ももういい年だし、そろそろ結婚しないか。
健康診断。僕は何の異常もなかったよ。よかったね。僕は健康だった。うん、よかったね。はい。ああ。うん、別に元気だよ。うん。いやだから生まれてないんだってば。なんて言えばいいのかな。うん。ちょっと待って。お袋。あ、ご無沙汰しております。ええ。はい。あ、いえ。生まれていれば生後8ヶ月なんです。はい、私は元気です。あ、はい、変わってって。はい。頭おかしくないと思うよ。うんうん、疲れてるかもね。うん、はい、わかった。はいはい、じゃあね。お盆に帰っておいでだって。お父さん、今日茶柱が立ちました。なんだかとても縁起がいいです。また書きます。お体を気をつけて。冬子。早かったね。ごめんね、もうちょっと我慢できるんだけどね。早かったね。速さって遅いがあって速いがあるのよね。それって尺度よね。誰と比べて何と比べて速いとか言うの？全国平均とかあんの？だって遅い方がいいでしょ。速さって分量でしょ。だから比較して比べて初めて速いとか遅いとか平均とかが出るのよね。君のために言ってるんだよ。じゃあ私と比べてるんだ。私が15秒で行ってあんたが30秒で行ったらそれは速かったってことにはならないの？あんたが3時間で行ってそれでも私が行かなかったらそれも速かったね、ごめんねなの？何が気に入らないのかな。お医者さんでしょ。っていうかそれよりかカイ君は大人でしょ。わからないことなんてないでしょ。そうだね。君と比べての時間の分量と比べてるんだろうね。 F1 とかオリンピックとかの速さ比べじゃないんだよね。全国平均じゃないってことは他の男と比べてるんじゃないんだろうね。早かったねとか言われると私が遅いって遠回しに責められてるみたいなんだもん。そうだね、ごめんね。あれ？なんだこれ。
俺さ、早く子供の顔見たいな。せっかちだね。もしさ、子供の顔全然俺に似てなかったら嫌だよね。嫌だね。嫌なんだ。なんで？なんかやましいことでもあるんじゃないの？大体なんであんなとこにあんな写真があるんだよ。うちのお母さんってね、昔から写真とか手紙とかすぐ捨てちゃう人なの。また見ることなんてあるのって言って。でも私はなんかそういうのすぐ捨てられなくて。じゃあなんで隠すわけ？それはおばあちゃんがね。今度はばあちゃんかよ。なんで生まれてこないんだろう。僕のせいじゃないかって思っちゃうんだよ。それはこの子がまだ外に出て行きたくないって思ってるだけのことだよ。トールだって外に出かけたくない気分の時あるでしょ。例えばほら、トールが彼女に振られちゃった時、トールだって会社お休みしたでしょ。あんな感じと同じことだと思うの。あ、ごめんね、振られちゃったこともう言わない。自分が昇進したから振るなんて彼女ひどいよね。もしかしてさ、昔付き合ってた男に宇宙人とかいなかった？変な病気の人とか怪物とか。そのせいでさ、今それがそんななのかもしれなくない？いないと思うよ。思うってかなり曖昧だよ。もしかしたらいるかもしれないじゃん。ってことはつまり僕の子供じゃなくて、それは僕のせいじゃないかもしれないってことじゃん。
今日は緑子は来てないんです。ううん、ダメダメ、今日は遊びないのよ。一人で大丈夫ですか？ちょっと確かめなきゃならないことがあって。病院ですか？病院だったら僕の車でお送りしますよ。そのつもりで来たんですが。心中か。なんか急に電話もらっちゃって期待しちゃったよ。こちらは？弟じゃなくて。あ、お父さん。娘がいつもお世話になっております。それでね、隠してることない？実は宇宙人だとか変な病気うつしたとかそういうの。あなたの子供じゃないよね。何言ってんの。俺らずっと前なんだからありえないでしょ。私もそう思うんだけど。だけど。じゃあ血液検査でもしてみますか。検査？ちょっと待ってよ。大体さ、ふゆこちゃんが泣きそうな声で電話してきたからわざわざ部屋まで取ったっていうのにさ。なんだよこれ。それは大変申し訳なかったです。わかります。うちの娘は世界一愛らしいんです。二度と電話してこないでくれ。ワールドロしてしまいました。ここで待ち合わせなんですか？すっぽかされちゃってごめんなさい。トールが自分の子供じゃないっていうのって18ヶ月お腹にいるってだけなのに。男の人ってそういうものなんですか？自分の遺伝子かどうかっていうのは根源的なオスの不安なんです。オスにしてみたら確かめることはできないし、動物はみんなそうです。じゃあトールは不安なんですね。うちの病院でちゃんと調べましょうよ。男の子か女の子かは教えませんよ。本当にお父さんみたいにしてくれてなんか不思議だったな。こういうのですか？本物のお父さんっていうのはきっとこういうものじゃないと思いますよ。よく似た姉妹ですね。本間さんの赤ちゃんは生まれてすぐ歩くんだって。すごいね。今日確かめてきた。何を？生まれたら
トールだってきっとわかるよ。私にわかってるみたいに、この子だってきっとわかってる。海君の病院に帰るね。やめなよ。ん？裸見られんの嫌じゃん。手のひらサイズの胸がいいとか言ってさ、だいたい手のひらサイズの胸ってなんだろうね。手のひらの標準があるってことかな。手のひらが小さい人だったら小さい胸でよくって、手のひらがでかい人だったら巨乳じゃなきゃダメじゃんね。男の人ってなんかいつも平均とか標準とか常識とか法則とか競争とかそんなのばっかり気にしてるもん。男の人は大変ね。バカみたい。手のひら大きすぎる。苦しまなかったんでしょ。あっという間だったのよ。だって寝る前にこれは私の大福だからねってわざわざ言いに来たんだもん。脳一血みたいなものだったんでしょ。さっきもその話してたじゃん。それに心臓発作って言ってなかった？まあね。ねえ、本当にかわいそうにね。ふうこちゃんの子供はお母さんの生まれ変わりね。楓おばちゃん、それっておかしくない？本当、きっと女の子、お母さんの生まれ変わりよね。じゃあこの18ヶ月間お姉ちゃんのお腹にいたのって何になるのよ。それも私のおばあちゃんなわけ。あんたね、小さい時から細かいことにこだわりすぎなのよ。お話し中失礼いたします。そろそろご出発の準備をさせていただいてもよろしいでしょうか。塩まかなきゃダメかな。だって霊がついてきちゃうんじゃないの。だって追っ払うってことでしょ。おばあちゃん追っ払うみたいでなんかかわいそうなんだもん。
冬子のばあちゃん嫌いだったんだよな。うん、だってなんか怖いじゃん。パパが泣いてるからかな。もらい泣きしちゃってるみたいだよ。ごめんごめん。お父さんだよ。ほら。いないいないいない、ばあ。ほらほら、こっちこっちこっち。いないいないいない、ばあ。いないいないいない、ばあ。おばあちゃんの形見分け、ほら、あー、これじゃあまるで病人みたいね。妊娠は病気じゃないのにね。いやー、学会は大成功でした。お母さんのご協力のおかげですよ。母体あっての子供ですからね。え、お母さん人かは喜びそうですよね。びっくりお金が眠そうですよね。大体大臣以上の狙いが続く。男女を尊重するっていうのもここまで来ると問題ですよね。子供用のってあるんですか？ああ、それはこちらですね。俺親父になるんですよ。ああ、それはおめでとうございます。で、いつですか？いつか。もう手術の日は決まったの？え、じゃあ、決まったら教えてちょうだいね、トール。お母さん、病気じゃないんで。でも、トールだけじゃ倒れないだろうかな。お父さん、病気じゃないんで。あら、でも、なんかに書いてあったわよ。ね、新幹線の中で読んだやつ。ああ、そんなの信じるなよ。どうしてたら私破産しちゃうよ。そうね。お姉ちゃんこのままでいいわけ？
せめてもう退院するとか取材なんか受けないとかすればいいのに。小夜子のことだから遠慮してるんじゃないの。誰に。海君に。トールさんに決まってるじゃない。迷惑なんかかければいいのに。私が海君に言ってあげるよ。どうもストレスみたいなんです。母体の子供は常に反応し合っているので母体の疲れが伝わってるみたいなんですよ。手紙出しておきます。自分で出します。よく冬子は平気だよな。父さん、今日もこの子は泣き続けました。でもきっともう少しの辛抱ですね。こうやって私が手紙をかけているうちは大丈夫なんだと信じていられます。また書きます。お体を気をつけて。冬子。父さん、今日はサバの味噌煮を食べました。ご飯は今日もふやけていました。でもこうしてご飯を食べ続けてられるうちは大丈夫なんだと感じていられます。もう少しの辛抱ですね。また書きます。お体を気をつけて。冬子。冬子を退院させてください。冬子さんが退院したいって言ったんですか。今の冬子さんは本当にトールさん一人で面倒見切れるんですか。そうよ。先生の心遣いで子育て取れてるんだし。ひら小さすぎる。あの、ちょっと逆に聞きたいんだけど、この病院の退院手続きってどうなってんの？
家に帰ろう。でも迷惑かけるからいいの。何言ってんだよ。妻と子を守るのが多分父親の役目なんだ。ダメだよ。あんた面会時間聞いてるんですよ。私帰ります。これで全部なの？試練っていうのはね、もう試練を受ける準備ができているから神様が与えるものなのよ。そういうふうにお姉ちゃんに伝えればいいの？冬子の子供は女の子ね。27ヶ月目ね。ここ禁煙だよね。はい、大丈夫ですよ。生まれてるところの1歳半です。やっぱお姉ちゃんかわいそう。こういう自然の多いところの方が伸び伸びできていいんじゃないの？何それ、あんたのせいじゃんバカ。こんな寂しいとこでお兄さんだって仕事辞めて付きっきりでさ。君こそ気味悪がってないでもっと優しくしてやりなさいよ。隠れて暮らせって言ったのは君のお母さんだったんだから。私カイ君の浮気も許したわけじゃないからね。浮気じゃないし、もう終わったことだろう。
海君には過去と未来しかないの？野菜天ぷらがいいかな。私も今そう思ってた。そうね、みんなと一緒だと楽しいね。いただきます。いただきます。カイ君は食べ方が綺麗ね。私はお兄さんの食べ方の方が全然好き、大好き。僕もトールさんの料理の方が全然好きですね。ちょっと何よ、誰の料理と比べてんの？私のなわけ？なんですぐそうやって比べんの？バカじゃないの？大人のくせに全然バカじゃん。そうなのよ、パパの料理美味しいのね、世界一よね。ねパパね、今日はねちょっと工夫してみたんで、わかるかな。この揚げ物のコツって氷水と、あとは意外にね粉なんだって。ここ何にもないでしょう。タヌキが出るってよ。出そうよね、春だからクマも出そうよね。お父さん、近頃は3年間も身ごもっていられたのは私が望んでいたことなのかもしれないと、そう思い至ります。私の望みをこの子が聞き入れてくれていたかのように思えるのです。今は私たち家族にとってかけがえのない日々です。また書きます。お体を気をつけて、冬子。よし、わかった。ほら、あるとお母さん壊れちゃうからダメ。やめなさい。よし、じゃあお父さんとブームで遊ぶか。ブーム、ブーム。ほら、いい加減にしなさい。お母さんかわいそうだろ。やめなさい。じゃあ飛行機、ほら。ブーンブーン曲がりますよ。ほらブーンブーン、ほら。
ほら。お母さんがね、絶対女の子だっていうの。私も女の子の方がいいな。だってさ、一緒に買い物行けるしさ、私も一緒に遊んであげられるしさ、それに女の子の方が可愛いよね。私男の人ってやだな。カイ君も。私男の人ってやだ。緑子は世界一可愛いから何があっても大丈夫ね。自然分娩でいいんだよね。トールはどう思う？自分で出てこれないようじゃ、そんな臆病なことじゃこの子の将来が心配だし、男ならやっぱり自力で生まれておいでってそう思うよ。私はパパの教育方針を信じる。俺さ、生まれてくることが嬉しいことだったのか怖いことだったのかさっぱり思い出せないんだよね。でもさ、みんなやっぱりおぎゃーって泣いて生まれて出てくるんだから、怖いことだったのかもしれないなって最近思うんだ。僕たちも怖いけど、この子はもっとずっと怖がっててさ、そしたら僕たちは応援してやるしかないもんな。論文うまくいきそうですか？人間の子供は早ければ生後1歳ぐらいから歩き始めます。冬子さんの子供は今生後1歳半ですね。生まれてすぐに立つことも歩くこともできる可能性がある。つまり冬子さんの子供は人間の進化した形、自立した進化の形だと僕は思うんです。海君はいい子ね。自分で生まれてくるまで待ちたいの。その場合は冬子さんが死ぬかもしれないってことですよ。よく考えてください。無茶ですよ。二人で決めたことなの。だからそれ徹には言わないで。もう決めてしまったんですね。海君はいい子ね。姉ちゃんはさ、一生私のお姉ちゃんだと思ってたけどお母さんになっちゃったでしょ。お兄さんはこの先一生お父さんっていいわけ？君だってそのうちお母さんになるでしょ。私は一生私がいい。おしっこしたい。え？まだあるな。どうしよう。
止めて。じゃあちょっとだけは。じゃあ本当にちょっとだけ。君がアメリカかなんかで性転換して女の人になって、それでずっと私と一緒にいてくれたらいいの。君が男になりなさいよ。私は女の方が好きだし、男の人は嫌いなの。カイ君が女の人になってくれたら、私たちずっとずっと仲良しでいられるよ。絶対にもう喧嘩なんかしないし、浮気もしないし、仲良しでいられるよ。女性も浮気するでしょう。それに女同士だったら喧嘩してもすぐ仲直りできるじゃん。冬子さんが無事子供を産むまでは責任取ってちゃんと見る。それが終わったら僕たちももう終わりにしようって決めたでしょ。私はまだ決めてない。そういうふうに決めたでしょ。じゃあさ、今日だけ女の人になって。今日だけでいいから。そしたらもう言わないし、決めたこともちゃんと守るから。もうたまにはお化粧しなよ。最近全然してないでしょ。あ、私の貸してあげるからさ。じゃあ今持ってくる。何やってもいいわけじゃないのよ。
めんどくさいから泣かないで。お化粧自分でできるから大丈夫。ありがとう。女の人みたいに慰めて。え？じゃあ、かわいい！似合うわ！私も髪切ろっかな。ねえねえどう思う？ねえちゃんと聞いてんの？もう髪切ってもいい？もうもうもう。それって男の人といる時の女の子だよ。それしか知りませんよ。違うの。こういう時はね、そうだな、ひどいね、かわいそう、緑子は悪くないよ、ムカつくね、なの。どうせ君が何かしたんでしょ。違うよ。違うよ。ひどいね、緑子は悪くないよ。僕の切っちゃっていいから。トールの切っちゃったら女の人になっちゃって、お母さんが二人になっちゃうよって。この子が。え、そんな風に言ってんの？この子はきっと男の子だよね。だからお父さんがいてくれた方が安心。お父さん？なる、なるよ。ふうこ？生まれるの？
冬子。冬子が、あの、生まれる。救急車呼びます。それよりも、トールさんはお湯をじゃんじゃん沸かしてください。緑子はタオルをあったけ持ってきて、それからうちの病院に電話して。自然分娩でいいんですね。ゆっくりやりましょう。焦らないで。みんな雑巾だよ、綺麗なの持ってきて。今は5分間隔で陣痛が来ています。この間隔がどんどん短くなっていって、やっと息める。おそらく牛の出産クラスになることを覚悟してください。カイ君の嘘つき。あの、僕今何したらいいですかね。みんなに夕ご飯。え？こんな時に？ほら、食べて元気つけなきゃしょうがないでしょ。何しけた顔してんの。もういいよ。私がちゃんと取り上げるわ。もういいの。女の子やめていいよ。じゃなくて、女の子じゃなくていいの。っていうか、女の子みたいな感じじゃダメなの。だから、女の子じゃなくちゃダメなの。うん、でも、カイ君が好き。
分感覚になったな。もうじきだ。怖くないよ。怖くない。怖くないよ。怖くない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 。そう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 、そのまま出ておいで。姉ちゃん、見える？大丈夫だよ。お姉ちゃん。そうそう。ここは？引っ込んじゃった。あの時私は夢を見ました。世界の始まりみたいな夢でした。お父さん、さようなら。
ダカ。カ？カラス。ス？スイカ。それさっき言った。え？じゃあ、すき焼き。キツツキ。キ？あ、キュウ。うん、ウグイス。またス？スゴロク。ク、クジャク。クワ。ワシ。塩。お？ねえ、どうでしょう。おお、うーん、おお、あたんちゃんぴょんぴーと。